久保さんあの手相占い10分1000円とか結構あるじゃないですか10分で1000円だと1時間で1万あ1時間で6000円ですかうんでコンビニのバイトって1時間1000円ぐらいじゃないですか10分1000円って結構高いですよねでもどうでしょうかまあ確かにあの占いって面白いし 当たったっ外れたみたいなあったりとかしたりとか面白いと思うんですよ。で僕も占い好きです。でもそ、それを占ってもらっても何か変わるかっていうとまあそこからアクションをね占いが元に何かアクションを起こせば変わるかもしれないですけど占ってもらっただけで何も変わることはないですよね多分。その後何もまあいつも通り過ごしてるんだったら。でもそこに人々は お金払うんですよね？これと面白い面白くないですか？<laughs> その不確定要素ですね。億万長者合宿に参加したら稼げるんですか？稼げるんだったら払います。でも。占いってよくわからないけど、払ってるわけじゃないですか？これ何なんでしょうね。<laughs> だから何ですかね？だから。 そういう、よく、不確定要素、わからないものでも人はお金払うんですよね。高額ですよね、しかも。普通のコンビニのバイトはわかりますよね。でも、占いのそ、それどうなのってわよくわかんないじゃないですか。でも、よくわかんないけど、めちゃめちゃ単価高いんですよ。っていう、なんか着眼点だと、いいんじゃないかなって話ですね。うん。だから、その、ちゃんと勉強すると、そういう商品、 占いみたいな商品というか、占い占いという、まあ、表現がちょっと適切じゃないかもしれないですけど、その、単価が高い商品は個人でも扱えるわけですよ。うん。だからね、そう、やった方がいいと思いますね。僕もね、6月11日に、6月11日また、その単価が高い商品をちょっと売りますので、 何売れるかちょっと楽しみですけどねあんまりでも客その人数はそんなに売れない商品なんでそんなに売れてしまうと逆に困る部分もあるんでまあどまあどれぐらいかなっていうねどれぐらい来るかなっていうちょっと楽しみなんですけどいってらっしゃい。